皆さんこんにちは、こんばんは、みさほです。今日は久々にドライブということでドライブなんですけども、今回は一人ではございません。ちょっと友人を呼んでおります。友人ね、ちょっと映ってんのよ。ぬっときた。ちょっと映ってんのよ。映ってたの？私映っちゃってた？こんにちは。こんにちは。トリコさんです。トリコです。イエイエイ。元気だった？元気だった。あれな？最後多分カメラ貸したからイベントの時に一回あったんじゃない？1月？え、じゃあもう10分過ぎちゃってないの？ね、今日は今。茨城です。ようこそ茨城。地元なのね。そう、私の地元。なんかどうしようみたいな話になった時に、うん、え、うち来る行く行くうち来るみたいな感じになった。うち来る行く行く分かるすらいいのかな、分かんないです。まあ、私は年齢公表してないんだけどさ、うん、もうほぼほぼバレてると思うんだよ。私だって年齢公表する予定じゃなかったんだよ。あの朝日新聞さんがさあ勝手にそう埼玉県川口市在住32歳って当時出しちゃったもんだからさ、ざわついたんだよ世間が。会話がざわついたんだよ。それからしばらくなんか自己紹介するときにどこどこ在住何歳っていうのちょっと流行ってて、周りで最初のデビューの時に年言ってる、うん、言っちゃってるから、うん、20代の時ね、うん、だから多分あそこから置いてる人は自動的に、うん、あーほぼほぼバレてるし、いっかってなってる。待って、すっごいなんか。これ私が行ったことないところにまず1個行きたい。うん、うん、どこさ。明太パークって知ってる？明太パーク知ってるけど関東にあの知らなかった。あ、そうなの、うん、いや、なんか私があのいなくなって、いなくなってから、いなくなってから上京してから、うん、勝手にできた、私に知らせることなく行きたい。で、ああ、はあ、大洗の水族館もあるんだけど、あれリニューアルして勝手にリニューアルした。何許可が必要なの？いや、茨城県民だったから。あ、県民の許可はね、県民の許可が必要。勝手に何かリニューアルしてて、はいはいはい、小学校の時に遠足で行ったっきりだから外観だけ見た。リニューアルしたからね。リニューアルしたから外観みたいね。そう、私の記憶は小学校の遠足の集合写真の記憶しかないわけ。わかる？大洗水族館って、はいはいはい、あのちょっと古いさ、はい、ちょっとね、そんな大したことない、言っちゃダメだよ。古かったのよ、うんうんうん、で今はどんなになったのか、なんか今日さ祝日だから混んでるから、うん、中には入りたくないから混んでるから、うんうん、外観だけ見た。じゃあミサちゃんどこ行きたい？大仏が見たい。牛くん、うん、なんと今どうですか？もっと早く合流してくれたかったな。牛久にいんのよ。ようこそ牛久へ。大仏の登んべ、登れっかな。え、登るのそれ？ニールもできるよ、うん、なんか楽しみ方があって、うん、フォークから大仏を乗せる、載せて写真撮る。これインスタ映えね。 あと多分だけど私も登ったことないのよ、うん、私もこの映え写真しかやったことないから、うん、なんとも言えないんだけど、確か中も入れるはず。ただ相当でかいから。そう、相当でかいよね。一回さ、高速から見える牛久大仏は見たことあるの、うん、あそこさ、アウトレットない？網ね、網のアウトレットね。網のアウトレット、うんうんうん、なんかそう、あ、アウトレットだ、あ、大仏だみたいなのは見たことあるの、うん、なんであそこを走ったか覚えてないが大仏ってなったから、うん、でかいは分かる。でも、うん、お近くであこんにちはしたことないから。じゃあお近く行こうぜ。ああ、私もお近く、ギリ近くまで行ったことあるけど。あ、そうね、あの接近戦ではないってことね。そう、なんかおーおーっていう、で、うん、記憶の中で私はこう出来上がる過程を見てる人間だからさ。え、あの大仏か。そう年齢バレる。大仏出来上がる過程見てんの？見てんのよ私は。はぁ、だから、うんうんうん、思った。見てるから、思った。あの筑波山から見えた出来上がった大仏まで見てるから、でマジで機会があったら、あの筑波山からこうボコって出てる大仏を一回見てほしい。あれはマジで笑えた。笑えるんだ。
じゃあレッツゴーします。レッツゴーしましょうか。レッツゴー。もうなんだかんだ長いよ。長いよね。長いよ。受けるよね。だってえ20代あれ20、うん、20歳あいや大学生だったまだ私から22とか。なんかそう、なんかそれこそ私が上京したてだったから、うん、20歳で出てきてるね茨城、うんうん、歴史長くなったな我々。なんかさ本当にミサちゃん振り回されてさ、もう振り回されてミサちゃん振り回すからさ、あなたにも大概あなたにも大概うそ、うん、私も大概よ。本当お互い様だった。あ、そう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 。いやでもあの本当に一時すいませんでしたっていう気持ちがある時代はある。一回さ、なんだっけ、あのあれでしょ。どれ？クリちゃん家に泊まりに行った宿泊1週間して追い出された話じゃないの？それはまた別の話じゃん。あら？それじゃない。それ以外に？そうそうそう。それ以外に？なんかさ、あのきっここに来てって言われて行ったのになかなか来なかったとかあるよね。めっちゃ待たされた記憶があるよ。原宿。ああ1時間2時間結果ねみたいなことね。そうっていうのが何回かあってひどいな。で美佐子の友達と私は待たされて、うん、2人でも美佐子ってそういうやつだよなみたいな、でもだからしょうがなくねみたいな2人で3時間ぐらい喋るみたいなのがあった。あのひどいねひどいやつだな。そういうのはあった。時空が違う時あるよね私たちが過ごしてる時空がね、そう違う時が、うんうん、なんか私が今日本時間例えば7時とかでも、うん、まだなんか宇宙時間3時とかさなんかそういうさ、わかる、なんかこの時間軸が違うだから私たち7時だけどあなた3時とかなんかえ7時待ち合わせだよねえ今3時だしみたいな、そういう時間軸が違うみたいないう時期が一時期あったで、このもう軸が違うからしょうがないなって、その美佐子の友達と2人でもうしょうがないよねって諦めた時期が何年かあった何年かあって、何年もあったんだね。あったあったあった。でそしたらなんか人軸が同じになってきたんだ、だんだん大人になった。そうそう大人になった時空が同じになって、あようやくなんか同じ世界線で話せるみたいなのはあった。時空が、うん、のはあったよ。そういう時期はあった。ああそう、だから多分だから覚えてないんじゃん、時空時間軸違うからしょうがない。やばいやつだな。だって時間軸違うの、もう軸が違うの、違うとこにいんだ、しょうがない。そらだって数年連絡取んなかった時代あるじゃん。あるあるね。あったあったよね。プリちゃんに連絡して LINE 返ってこなくて記録スルーされて3ヶ月後ぐらいにまた LINE して返信来て会話して、そっからまた3ヶ月後ぐらいに連絡して既読スルーで、あのね、数回に1回しか返信が来ない時代があった。なんだろう、私も多分病んでたんだと思う。多分だけど、美佐子違う軸にいたじゃん。うん、軸にいた。そっちも違う軸にいるから。んだそうなんだ。若干ちょっとあの過酷な時代を過ごしてたんだと思う。多分。すごい印象に残ってるのが、うん、あのそれこそまたある時を境にめちゃめちゃ連絡を取り始めるんだけど、うんうんうん、その時にプリが、うんうん、美佐子は私を諦めないでいてくれたって言ってて、はー、でもさっきの話を総合するとあなたも私を諦めないでいてくれたお互い諦めてなかったそう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 、そっか、そう、お互いなんか多分別々でなんか必死の時間軸にいて、そうそうそう、いて、で そこで多分もうなんかなあるじゃん、こう、うん、許容範囲みたいなさ、はい、自分のさあるでしょそこが多分オーバーしてたんだろう ね、お互いに多分 ね、そうなんだと思う。あ、そうだ、それは言ったセリフ覚えてる、うん、諦めないでいてくれたいや、もう一人いるのよ、私を諦めないでいてくれた人が、うんうん、知ってる知ってる、先輩なんだけどさ、うん、なんか私だからすごいね、こうなんか
一時本当に人に対して失礼な時期があった。なんか今私あーって言いながら私ごめんなさいと思ってるけど、そうなんかなんていうの、人に対してこう雑に扱ってしまうっていうかね、あるじゃない時期的にその、ね、みんなね生きてきていろいろあると思うんですけど、その中でこうなんかうまく人と接せられないみたいな時期があって。それでさ、それこそもう疎遠になった人もたくさんいるし、なんかこう連絡さしてさ、また帰ってこないわけですよ、やっぱり数ヶ月とか帰ってこなくて、でもまた連絡をしようと思うから嫌われたんだなみたいな感覚を持ったことがなかった。あのね、先輩も同じ感覚なんかその時の時期にはマストの人間では多分ないね。そう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 、うまいうまいねそれ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 、そうそう、あるじゃん時期によってさ、必要な人、でもなんか親友とかってさ、絶対さその変な話連絡取らなくてもさ永遠親友だったりするじゃん、なんか多分その枠だったんだろうね、もうだからそこのさ、なるほどね、いて当たり前枠、なんだろうね、無条件にこの人いなくなんないなみたいなのはあるね、あるね、不思議だねあれね、あるわ、多分私の連絡も明日何してんのぐらいのテンションでしか送ってないから、それ返さんや、そう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 ね、そうね、多分そうかも、もうね記憶がないからね、多分ね必死だったんだろうね、それがでも私がこうこう困っててちょっと助けてほしい連絡をちょうだいって言ったら多分、いや多分してたしてたしてた、多分ね一生懸命ね這い上がってしてたと思う。そうそうなのよ、そういう優しさは持っているからプリちゃんは明日何してるに関しては別にいいの今できません、ね、そう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 、多分そういう時期あった、でもなんかそこの時期を脱してある程度大人になったらいろいろ見えるようになったね、なったっしょ、なったね、なったっしょ、お互いなったっしょ、なったなったなんかそれはあるかも今思えば、いろんな余裕がちゃんと生まれましたんで、ね、本当になんか20代は必死、必死だったね、必死だった、必死だったよ、なんかもうそこの今目の前に現れるその障害物を乗り越えることで一生懸命みたいな、めっちゃ必死だった、あったな、だって明日生活できるか分かんなかったもん私もその日暮らしだったから、いや本当本当なか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 だったな、いや大人になったね私たち、いや本当ねいろんなことがありましたね、ありましたね、本当だね、これも懐かしい、懐かしい、トータルして大人になったなって思う、いやだって私さ本当にさ当時さ尖りちぎってたからさマジで尖りちぎってた、いや私よく最近言うんだけど、いや昔は気づかなかった尖りちぎってるって自分が、あはなんかさだってめっちゃ混んでない、すごい混んでる、何このラーメンショップ、ラーメンショップ、あめっちゃ混んでる、美味しいのかな、すごい気になるけど大仏見に行こう、大仏見に行こう気になるけど、ここで今並んだとてだよね、そう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 、やばいよね、いろいろちょっと計画がそう尖りちぎってて、私世界で一番歌がうまいと思ってた、当時言ってたね、そうなの、いやでも全然違くて外見ちゃった、見ちゃって外見ちゃった、びっくりしたの、なんか二十歳上京してきて尖りちぎってんじゃん、私世代でちょんしょみたいな思ってたら、なんかだんだん鼻をさ折られ続け、折られ続け折られ続け、だから必死だよね、生活しなきゃいけないし夢も叶えたいしみたいな、確かに、その中で必死になんかしがみついて頑張っていた20代私どうなんだろうな、20代なんかそのね鼻折られるみたいなことが私はなくって、あーそっか、もともとあの世界一歌うまいが私まずなくって、あそうだそうだ、そこのさなんか持ってる部分が違うよね、私なんかもう世界で私は YouTuber みたいな
私行けばみたいな、地球動けよ私のためにさあ回れみたいな感じだったから、今1ミリも思ってないよ1ミリも思ってないよ思ってないけど、いやなんかでステージに立つ時はね、うん、私が一番と思ってるけど、うん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 、その なんていうの、常日頃常日頃当時は常日頃思ってたから世界を回れって思ってたからそうそうそう、いないよね、みそちゃんなんかそこないよね、ないんよ、うん、なんか私が一番がない、なんかそれ逆にさ、うん、私が一番がない状態でさ、歌をやろうと思ったわけ、うん、歌はやりたいと思った、うん、なんか歌はもともと好きだった、うん、で私にとっての歌って、うん、あの歌ったら褒められることだったの、あーでもわかるわかる、私もそれで勘違いしたタイプなんかみんなが褒めてくれる、わかる、歌ったらうまいねって褒めてくれるんだよね、うん、そう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 、で、あ、これ歌をもっとちゃんとやったらいいかもって思ったのが中1の時のカラオケ大会で優勝したの、あそうで、カラオケに入り浸るようになったんだけど、うんうんうん、なんかショーレースの中で今度行き始めちゃったから、うん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 、今度この大会があって優勝しなくてはみたいな、はあ、そうで、そこのために歌の上手い下手、うん、っていうよりはパフォーマンスとキャラみたいなのがあったから、うん、歌だけを突き詰めようって思わなかったんでね、あ、ここ間違いポイントなんですけど、うんいやでも私もどちらかというとなんか歌もそうだけどパフォーマンスの方でいっちゃったから、うん、あなるほどね、で大会で予選は通って、うん、でもそっからね優勝したこと一回もないの結果、あそうなんだ、うん、で世の中には上手い人がやっぱりいっぱいいるんだな、うん、それさ上手い人がいるんだなって気づいたの何歳、14、15、はい早いじゃん早いじゃん、はい早いじゃん、はい早いじゃん、私20代過ぎてるからね下手したら前半まだ私上手いと思ってたね、はいはい、そうでもなかったね、はなかったなかった、で大学でサークル入って、うん、軽音楽同好会入ってさ、うんうんうん、いろんな子たちがいるわけじゃん、うん、で知らない曲も聴くわけじゃん、うんうんうん、すごいなってそうそうそう、あれは私にはできないなみたいなのがすごい、早いね、だからさそれさ私さだから通りちぎってたじゃんだから私の方ができっからって思っちゃってたの、うん、当時、うんうん、だからねなんかね立て直すの大変だったんだあそこで20代使ってる立て直し20代使ってるそうなのだからあのそのさ20代前半でだから出会った頃ぐらい通りちぎってる時代、うんうんうん、もうなんか見てもあうまいんだようまいんだよ、うん、うまいんだけどさてか私の方がこういうとこできるっしょ、うんうんうん、足の方ができるっしょ、うんうんうん、みたいな取りすぎてでニコニコ動画っていうの出会っちゃった、あそうね、でまた勘違いするじゃん勘違いが勘違いが勘違いを呼んで、まあ、あれは勘違いじゃないと思うけどね、いやでもちゃんと、まあねまあ、皆さん評価してください、一時代をねめっちゃ使った、まあ、当時のね、うんうんうん、本当あの基盤みたいなところありますけど、うんうんうん、そこを前も走り抜けたじゃないですか、うん、そっからあのバンブーさんっていうね、うん、そのディアドロップスに出会って、うん、もうボキ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 ってボキーンっておられる、その話も聞いたわ、そうだめっちゃ おられたっておられて、うん、でだからそこのに差し掛かるぐらいでだんだんとがりちぎりとがとがりちぎり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 今もうゼロみたいなね、あのね私だから多分がっつりプロを目指したことがないから、あそっか、そういう戦場みたいなところに入ったことも多分ないのよ、そっか私常に戦場にいたかもしれない、そう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 でこれの原因が、うん、私音楽と同じぐらい映像好きだったから、え映像ってさいつから触れてるの、小5な、なのにそう小5の時代ってさ映像なんてあった、映像はあったけどさ自分で作れるさそういうさものってあった、ちゃんと編集って
っていうものに携わったのは中1、放送室にあったから編集機が、ビデオカメラみたいなのあったっ、カメラと編集機があった。だ当時映るんですぐらいしか私覚えてないんだけどさ、おう、あの当時は8ミリビデオだった。大仏、あすごいっしょ。これマジで筑波さんから見たら絶景だからね。やばい、これはポッカーン、なんもない茨城県がポッカーンってなるの、あれやばい。すごいよね。いや、なんかすごい、こんな間近で見たの久しぶりかもしれない。後ろ姿だね、うん、すごいでしょ。よくこんなの建てようと思ったよね。よくこんなん建てようと思った、ね、でしょ。なんか本当にできる過程マジで面白かったからね。筑波さんだから当時小学校ぐらいの時、なんか筑波さん登ったぐらい確かね、でき始めてたのかな。頑張って作ってたぐらい、これじゃない、頑張って作り始めてたのかな。でなんかだんだんとさ、毎年見に行くじゃん筑波さんから、うんうん、だんだんと積み上がってくのよ。筑波さんが見えるようになってくんのよ。面白かったよ。免許持ってる人だっけ。あのね、うん、自慢じゃないけどゴールド。自慢じゃないけどゴールド、めっちゃゴールド。 あのー、ちゃんと更新は行ってる。うん、でもうだからこっちで 18? だっけ、うん、取れんのって最短 18? で取って、うんうん、ほぼ乗ってない。でもさ、ゴールド免許ってさにだけ手に入る SD カードって知ってる？何それ、何それ知らない、知らない、あれ車乗らない。じゃあそういうの説明だけしてあげるわ。 SD カードっていうものがありまして、うんうんうん、それ手に入るとなんかいいことあるの？いいこと。ゴールド免許の SD カードはどうやってもらえるの？うん、そう、発行されるんですけど。え、これで何？お得すぎる特典。はい、ぜひ。何これ、何なの？え、何？嘘。本当なの。え、運転しなくてももらえるの？そう。え、ファミリーレストラン、居酒屋などで 5から10% 割引、はい、500円など定額の割引、はい、ドリンクバーサービス、はい。え、何これ、どこでもらえばいいの？警察署。へえ、すごいね。ガソリンスタンドも簡易価格で購入できるの、うん、レンタカー、うん、運転代行、へえ、リフォームまで、うん、はあ、観光操作、すごいでしょ。え、人間ドックもいけるんですよ。すごい。そうなんです、やってこよう。そうなんです、もっと多分ちゃんと調べたら、あの細かくめっちゃ出てくるし、一緒にもらえる冊子にあの何に使えるっていうのが全部一覧でもらえるんで。見たことない。ありがとうございました。免許更新するときに聞かれるはずなんだけどね。SD カード買いますかって。黄色のね、SD って書いてある。こないだね、更新したの、うん、映像見て、うん、写真撮って、うん、あのカードもらうときにね、こちら。一応ほら、免許更新のお金払わなきゃいけないんでね。そのときに聞かれるの。寝てたのかな。で、あのちゃんとカード単体じゃなくてケースに入れてくれるのよ。知らなかった。ちょっとどっかのタイミングで行ってきます。おーい、ということで牛久に着きました。イエイイエイ。